なんか体調がおかしいけど、ひょっとして風邪でもひいたかな。あの先生。実はさっきからずっと寒気がしてて。ダメだ、体の震えが止まらない。絶対熱あるな、これは。はい、それじゃあすみませんけど。ともちん大丈夫かな。40度近く熱があったらしいよ。ねえ、結局授業中に早退しちゃったの。さすがにきついもんね、そんなに熱があったら。そうだったんだ、それは心配だね。私学校が終わったらお見舞いに行ってこようかな。それなら私も一緒に行く。モカとランも一緒に行かない？トモエ絶対元気出ると思うから。お見舞い行っていいのかな。え、なんでなんで。お見舞いに行って看病してあげたらトモエだって早く良くなると思うけど。やめときなよラン。トモエの性格考えてみなよ。逆に気を使わせるだけだから。あ、そっか。トモエちゃんって周りに気を使うタイプだからかえって迷惑かけちゃうかもね。そう言われてみれば確かにそうかも。やっぱり風邪には睡眠が一番だよ。今日はゆっくり寝かしてあげよう。あ、うん、そうだね。あ、トモエからメールだ。トモエちゃんなんだって。ひまりのことだからお見舞い行くとか思ってるかもしれないけど、風邪がうつるといけないから本当に来ないでいいよ。だって私のことをお見通しだったみたい。さすがともちん、風邪をひいてても鋭いね。それじゃあお見舞いはやめておこうか。ともえがわざわざ連絡してくれたんだもん。迷惑かけちゃいけないよね。それがいいと思う。はい、それじゃあ緊急ミーティング解散。とは言ってもやっぱり心配だな。早く良くなってほしいな。で、ただいま。やっと着いた。どんどん寒気がひどくなってきた。うわ、こんな時に限って薬が切れちゃってる。アコ、もう学校終わってるよな。ちょっと帰りに薬買ってきてもらおう。お姉ちゃんからメールだ。こんな時間に珍しいのは何だろう。そんなに熱があるの。薬とスポーツドリンクを買って帰ればいいんだね。了解。あとはアイスも買っていこうと。風邪ひいてる時って無性にアイスを食べたくなるもんね。お姉ちゃん、今アコが薬とスポーツドリンク、それにアイスも持って帰るからね。薬屋さんは？そうだ、向こうだ。お姉ちゃん、もうちょっとだけ待っててね。あとちょっとだよ、お姉ちゃん。もうちょっとでアコ、お家に着くからね。あれ、アコじゃん。そんなに急いでどうしたの？あ、そうやちゃん。お姉ちゃんが、なんか風邪ひいちゃって、すっごい熱が出ちゃったみたいなの。え？そうなんだ。トモエが熱出すなんて珍しいね。大丈夫かな。あ、
だから急いでたんだよね。ごめんね、引き止めちゃって。後で風の時でも食べやすそうなパン持っていくから。ありがとう、さやちゃん。それじゃあ、あこ、行くね。ただいま。お姉ちゃん、部屋にいる？入るよ。お姉ちゃん、大丈夫？ああ、あこ、おかえり。おかえりじゃないよ、着替えもしてないじゃん。本当に大丈夫？あこ、風がうつるからあんまり近寄らない方がいいよ。そんなわけいかないよ。とりあえず服着替えよ。あこがパジャマ出してあげるから。パジャマ、パジャマあった。あこ、お薬買ってきたからお水と一緒に持ってくるね。お姉ちゃんはその間ちゃんと着替えてて。はいはい、ありがとう。着替えたら肩までちゃんとお布団に入って寝てること。いい？お姉ちゃん。あこ、なんかごめんな。なんで謝るの？変なお姉ちゃん。それじゃあ今持ってくるからちょっと待ってて。あこすぐ戻ってきてあげるから大丈夫だよ、心配しないでね。うん、それじゃあよろしく頼むよ。お水を用意して。お薬でしょ。あとは、あ、スポーツドリンク買ってきたんだった。それと汗を拭くタオルも持っていかなきゃ。あ、急げ急げ。大丈夫だよ、心配しないでね。か、いつも私の後ろついてくるばっかりだと思っていたけど、アコもいつの間にか成長したんだな。ただいま。お姉ちゃん戻ってきたよ。ああ、ずいぶんいろいろ持ってきてくれたんだな。冷凍庫に凍ってるやつあったからこれも持ってきたんだ。はい、おでこに乗せるとひんやりして気持ちいいよ。あと今なんか果物も持ってくるから。ああ、ありがとう。少し前まで面倒を見るのは私の役目だったのにな。アコ、ドラムの練習今日はそのくらいにしておいたらどうだ？ダメだよ、アコ絶対にユキナさんのバンドに入りたいんだもん。アコ、お姉ちゃん手首が痛い。ドラムを叩きすぎたんだな。ちょっと見せてごらん。うん、一応尻尾を張っておくけど、明日もまだ痛むようなら病院行きなよ。うん、分かった。あこ言う通りにする。はい、腕出して。よし、これでもう大丈夫だ。ありがとうお姉ちゃん。あとね、あこ肩もちょっと痛いの。わかったよ。ほら向こう向いてみな、マッサージしてあげるから。はい、ありがとう。お姉ちゃん、お姉ちゃん、どうした？あこそんなに慌てて。ユキナさんのバンドに入れることになったんだよ。お姉ちゃんが怪我の手当てしてくれたおかげだよ。おお、やったじゃんか、アコおめでとう。短い間に本当に成長したよ、アコ。これもロゼリアのみんなのおかげかもしれないな。お姉ちゃん、他に欲しいもの何かある？あったら遠慮せずにアコにすぐ言ってね。ありがとう。さっきいろいろとたくさん持ってきてもらったから今は大丈夫かな。それよりもなあ、アコ。ん？どうしたの？お姉ちゃん覚えてるか、アコがまだ小さい頃、私と同じように風邪ひいて結構高い熱が出た時のこと。
お姉ちゃん頭痛い、お姉ちゃんお腹痛い、お姉ちゃんお腹すいたって泣きながら私にギュって抱きついてきて。そうだっけ。なんとなく覚えてるかも。お母さんがなんとかアコのことをベッドに連れて行くんだけど、アコまたすぐにベッドを抜け出して私に抱きついてきて。うん、なんとなく覚えてる。それで結局その日は一緒に寝たんだよ。そうしたら次の日、あ、お姉ちゃんに風邪がうつっちゃったんだっけ。そう、次の日はもう大変だよ。頭痛いしお腹も痛いし、何も食べられないからお腹もすくし、アコはケロッと元気になっちゃってさお姉ちゃん迷惑かけてごめんね。違う、何謝ってるのさ。そうじゃなくて、私が言いたかったのは、アコはそれだけ大きくなったんだなってことだよ。こんなにしっかりと看病してもらえるくらいに。アコ、ちょっと見ない間にすごく頼もしくなったな。うん、お姉ちゃんよくそんな昔のこと覚えてたね。当たり前だろ。私がアコのことを忘れると思うか。可愛い妹のことなんだから、そりゃ全部覚えてるさ。お姉ちゃんなんだか昔の話をしてたら、もっといろんなことを思い出してきたぞ。アコが小学校に上がるときにさ。もういいよ昔の話は。それよりもお姉ちゃんは具合が悪いんだから寝てなきゃダメ。ほら早く目を閉じて。お姉ちゃんは何も心配いらないよ。アコが治るまで看病してあげるから分かったよ。それじゃあお言葉に甘えて、おやすみアコ。うん、おやすみお姉ちゃん。お姉ちゃん寝ちゃったけど、うん、まだちょっと熱がある。絶対アコが治してあげるからね。お姉ちゃんにはいつも面倒見てもらっちゃってるから、たまにはアコだってお礼がしたい。アコがまだ小さかった時の分も、ロゼリアに入れた時の分も。だから早く元気になってね。よし、お姉ちゃんのために他に何かできることないかな。うん、アコ頑張っちゃうよ。よかった、お姉ちゃんぐっすり寝てる。これなら早く良くなりそう。ん？誰か来た。インターホン、インターホンと。あれ？こんばんは。じゃーん、はぐみだよ。突然押しかけちゃってごめんね。みんなどうしたの？ほら、さっき差し入れ持ってくって言ったでしょ。それを持ってこようと思ったら、途中で二人と会って一緒に来たんだ。びっくりしたよ。ともちんが風邪ひいて倒れたって聞いて。ともえちゃんには来ちゃダメだって言われてたんだけど、やっぱり心配で来ちゃった。みんなありがとう。お姉ちゃんが知ったらきっと喜ぶよ。ねえねえ、あこちん、何かはぐみに手伝えることある？看病一人だと大変でしょ。うん、大丈夫。あこ一人で平気だよ。今もお姉ちゃんぐっすり眠ってるし。あ、ともえ寝てるんだ。そっか。それじゃあ起こしちゃったら悪いから、これで帰るね。ほい、これ差し入れだから、ともえにあげてくれる？
ありがとう。持ってきたのは約束通り風邪でも食べやすそうなパンだよ。これはフレンチトースト。ふわふわで食欲がなくても食べられるやつ。それでこっちは白パン。もっちりしててサンドイッチみたいに何か挟んでもいいかも。ああ、美味しそう。私は体が温まるように生姜紅茶を持ってきたよ。生姜紅茶？これが本当に美味しくて体が温まるから絶対に風邪なんてすぐ治っちゃうと思う。本当？ありがとう、つぐちん。あと早く一緒に練習したいってともえちゃんに伝えといて。うん。次ははぐみの番だね。はぐみが持ってきたのはじゃーん、鶏団子。すごい、こんなにいっぱい、いいの？もちろん、スープにしたら栄養満点だよ。あとはこれ、うちのお店の特製ホクホクコロッケ。やった、あこもコロッケ大好き。もしともちんが食欲なかったらあこちん食べてね。こんなにたくさんもらっちゃった。お姉ちゃんのお友達はみんな優しいな。それじゃあ私たちは帰るね。ともえちゃんにもよろしく伝えといて。じゃああこちん、ともちんのことをよろしく頼んだよ。バイバイ。みんな来てくれてありがとね。バイバイ。こんなに応援されちゃったんだもんね。あこ頑張っちゃう。よし、お姉ちゃんが寝てる間になんか美味しいもの作っちゃおった。お姉ちゃんが元気になるようにあこ頑張っちゃうよ。確かはぐみがくれた鶏団子はスープにするといいって言ってたよね。でも作り方わからない。あ、そっか、調べればいいんだ。携帯でちょいのちょいっと。はーい、出てきた。へえ、鶏団子のスープってこうやって作るんだ。よーし、それじゃあアッコ特製の絶品料理を作るぞ。ここでこれを入れて。こういうのって隠し味とか入れた方が美味しくなったりするのかな。あ、でもこの間テレビでレシピ通りの方がいいって言ってたよね。それじゃあ隠し味はアコの愛情にしよっと。お姉ちゃん早く元気になってね。えいやー、愛情注入。これで大丈夫。あとはこの鶏団子を入れてじっくり煮込んで。うん、完成。あ、お母さんおかえりなさい。お姉ちゃんが風邪ひいちゃったからあこ頑張って作ってみたんだ。お母さんちょっと味見してくれる？早くお姉ちゃんにも食べてもらって感想が聞きたいな。よく寝た。あ、お姉ちゃん体調は大丈夫なの？ちょっと寝たらだいぶ楽になったよ。まだ熱は下がりきってないと思うけどね。ご飯は食べられそう？もうお腹ペコペコだよ。じゃーん、だと思ってあこお姉ちゃんに料理作っておいたよ。お、すごいじゃないか。あこいつの間にか料理できるようになったんだな。えへへ。それじゃあ今予想ね。いっぱいあるからたっぷり食べてね。ふう、ごちそうさま。あこありがとう、すごく美味しかったよ。本当？本当の本当に美味しかった？ああ、まさかアコがこんなに料理がうまいなんて思ってなかったよ。びっくりした。やったー！
に喜んでもらえてよかった。特にこの鶏団子スープは絶品だったよ。また作ってほしいくらいだ。これはね、はぐみからもらった鶏団子で作ったんだ。え、はぐみが来てたのか。うん、でね、こっちのフレンチトーストはさあやちゃんからもらったんだよ。あと、今飲んでる生姜紅茶はつぐちんから。そっか、みんな来てくれたのか。お姉ちゃんは友達思いの友達が多くて幸せだね。みんなすっごく心配してたよ。そうか、ひまりたちにはお見舞いに来なくていいって言ったのにな。これは早く直してみんなにお礼を言わなきゃだな。ふう、美味しいご飯も食べて薬も飲んだからなんだかかなり良くなった気がするよ。本当に？よかった。みんなに感謝だな。あとは何よりもアコに感謝だ。そんな感謝だなんて、アコ当たり前のことしただけだよ。その当たり前のことがすごく嬉しいんだよ。あ、そうだ、看病してもらったお礼に久しぶりに一緒にゲームでもやるか。ずっと寝てて体もなまってるし。ダメだよゲームなんて。少し良くなったからってまだ完璧に治ったわけじゃないんだから。ほら、早くお部屋に戻って寝なきゃ。お姉ちゃん、でもずっと寝たままって退屈なんだよな。それでも寝てなきゃダメ。わかったよ。じゃあアイス食べたい。アコがアイスを食べさせてくれたら寝てもいいかな。もうお姉ちゃん、なんか子供みたいだよ。いいじゃないか、アコがこんなに頼もしくなったんだから少しぐらい甘えても。仕方ないな。実はお姉ちゃんがそう言うと思ってアイス買ってきておいたんだ。じゃあアイス持ってくるから食べたらちゃんと寝るんだよ。アコとの約束。ああ、約束だ。お姉ちゃん、アイスだよ。はい、あーん。あーん。はあ、冷たくて美味しい。なんかこうやってるとアコがお姉ちゃんのお姉ちゃんみたいだね。アコお姉ちゃんか、それもなかなか悪くないな。でもやっぱりアコはお姉ちゃんの妹がいい。そうなのか、どうして。だってアコお姉ちゃんにたくさん甘えたいもん。うん、たくさん甘えていいぞ。それじゃあお姉ちゃんに抱きついちゃう。また今はダメだよ、私の風邪が治ってからじゃないと。あ、そっか、それじゃあ早く風邪治してね。うん、分かったよ。それじゃあアイスも美味しくいただいたし、約束通りもう寝るよ。早く風邪を治すためにもな。はーい、おやすみお姉ちゃん。ああ、おやすみ。さてと、アコも洗い物とかしなくちゃ。でもアコがお姉ちゃんか。お姉ちゃんって言ったらこんな感じかな。トモエ、大丈夫か？ちゃんとついてこいよ。トモエ、そんなに泣くなって、お姉ちゃんがいるから。やっぱりアコには似合わないかも。アコはやっぱりお姉ちゃんの妹が一番だよ。お姉ちゃん、ちゃんと寝てるかな。よかった、ちゃんと寝てる。もう熱は下がったかな。お姉ちゃん、ちょっとおでこを借りるね。ちゃんと熱が下がってるみたい。よかった、これならきっと明日には良くなってる。おやすみお姉ちゃん、明日は一緒に学校に行こうね。そろそろお姉
ちゃん起きてくるかな。今のうちに朝ごはん作っておこうっと。確かはぐみが持ってきてくれたコロッケが残ってたでしょ。あとはさあやちゃんのくれた白パンがあるから、これをトースターに入れて。おはよう。あ、お姉ちゃん制服着てるけど風邪はもう大丈夫なの？ああ、もうバッチリだよ。熱も完全に下がってたしな。よかった。あ、今朝ごはんできるから待っててね。朝ごはんもアコが作ってくれたのか。いつもは遅刻ギリギリの時間まで寝てるのに。アコ、今日は超早起きだったんだもん。目覚ましが鳴る前に起きちゃったんだよ。本当に頼もしいな。もしかしたら私が風邪ひいてた方がアコにとってはいいのかもしれないな。やだ、お姉ちゃんは元気じゃなきゃアコ嫌だよ。あ、ごめんごめん、冗談だよ。あ、パンが焼けたみたい。お姉ちゃん、お待たせ。朝ごはんできたよ。あ、これはコロッケパン。これも昨日みんなにもらったもので作ったんだ。なら感謝して食べないといけないな。ほら、アコも一緒に食べよう。うん、それじゃあ一緒にいただきます。ねえねえ、アコの作った朝ごはんどうだった？すごく美味しかったよ。ホクホクのコロッケと柔らかい白パンの組み合わせがかなり最高だった。だよね、アコも思った。あ、お姉ちゃん、みんないるよ。おはよう。あ、おはよう。うわぁ、ともちん、めちゃめちゃ顔色良くなってるじゃん。よかったね、風邪は治ったんだ。アグローのみんなも心配してたよ。みんなには心配かけちゃったけど、完全に風邪は治ったよ。みんながくれた差し入れと、ずっと看病してくれたアコのおかげでな。アコが看病してたんだ、すごいね。おえー、アコちん偉いじゃん。別に、ただ普通に料理作ったりしただけだよ。おかげさまで、私は妹になった気分を味わったよ。アコチンかっこいい。トモチンにそこまで言わすとはやるね。いいな、ハグミもアコチンみたいな妹が欲しかったな。あげないよ、私の自慢の妹だからね。うん、まあアコにかかれば看病くらい余裕だよ。なんたってアコは、アコはお姉ちゃんの妹だもん。そんなに急いで。あ、そうやちゃん、あのね、お姉ちゃんがね、学校で。ちょっと待って、一回落ち着こう。とりあえず息を整えてからね。落ち着いたみたいだね。それで巴がどうしたの？実はお姉ちゃんがね、学校で風邪ひいちゃってすごい熱が出ちゃったみたいなの。え？トモエが熱出すなんて珍しいね。アコもすごく心配で。ねえサヤちゃん、お姉ちゃん大丈夫だよね？すぐに良くなるよね？アコ、うん、大丈夫だよ。こんなにアコが心配してるんだもん、きっとすぐに良くなるって。本当？よかった。それじゃあそろそろアコは行くね。サヤちゃん、バイバイ。あ、ちょっと待ってアコ。あ、どうしたの？私もトモエのこと心配だからさ、後でパンの差し入れを持っていきたいんだけど、どんなパンがいいと思う？どうだろう。多分サヤちゃんが選んでくれたパンなら何でも喜ぶと思うよ。お姉ちゃん嫌いなものないし。そっか、じゃあ大
体調のことも考えて食べやすいパンの方がいいかな。あーでも食べやすいパンっていっぱいあるから。よし、じゃあ質問を変えるよ。あこ、トモエが好きな食べ物ってある？豚骨醤油ラーメンだよ。豚骨醤油ラーメンか。これはまたパンからかけ離れちゃったね。豚骨醤油ラーメンをパンにすることってできるかな。トモエが好きなんだし、なんとか実現したいよね。私が作るとしたら、まずはチャーシューとメンマを挟んで、あ、いやいや、ただ挟むだけじゃただのパンと変わらないか。そうやちゃん、それじゃあ麺をパン生地に練り込んでみる。それで刻んだチャーシューと海苔を乗せて、うん、それっぽくなるかも。あとは味だよね。どうやったら豚骨醤油の味を出せるか。あ、麺と一緒に豚骨醤油のスープを生地に練り込めば。そうよちゃん。え、あ、なにさっきから豚骨醤油味とか小さい声で言ってたけど、豚骨醤油ラーメンをパンにするの？うん、一応考えてみたんだけど、なかなかうまい発想ができなくて。あ、ごめんね。パン屋の癖っていうのかな、こう、何でもパンにならないかって考えちゃうんだよね。あこ、豚骨醤油ラーメンパン食べてみたい。絶対に美味しいよ。きっとお姉ちゃんも好きなはず。そう？じゃあ、私が考えた豚骨醤油ラーメンパン、トモエが元気になったら、アコと一緒に試食してもらおうかな。はい、楽しみ。今日のところは、トモエが好きそうな食べやすいパンを持っていくことにするよ。それじゃあ、引き止めちゃってごめんね。また後でね。またね。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。お昼ご飯を買いに来たんですか？そうなんですね。今日はサンドイッチがおすすめですよ。はい、毎度ありがとうございます。あ、そうだ、今から休憩時間なので少しお話を聞いてもらってもいいですか？実はこの間、トモエが風邪をひいたんです。あの日偶然商店街でアコと会った時、そのことを教えてもらって。あ、心配しないでください。アコがバッチリ看病をしたので、次の日にはトモエ全開になりましたから。私その話を聞いた時、アコ大きくなったんだなって思いましたよ。アコのことは昔から知ってますけど、いっつもトモエにべったりでしたからね。本当に頼もしくなりましたよ。まあ心配しすぎていろいろと焦ってはいましたけど、お姉ちゃんから SOS が来たの。アコが看病してあげなくちゃって血相を変えてました。でもあんなに思ってくれる妹がいて、トモエは幸せ者ですね。そう思いますか？そうですよね。美しき兄弟愛ですね。アコとトモエの関係ってお互いを支え合ってる感じがしていいですよね。どっちか一方とかじゃなく、互いが互いを尊重している、そんな気がします。私も妹や弟が自分の世話を焼いてくれる日が来るといいんですけどね。あ、そろそろ休憩時間終わりますね。お話を聞いてもらってありがとうございました。それじゃあ私は手伝いに戻りますね。